ミントです。ピーチです。本当はひめかです。アリアです。ピンクラテ TV 始まるよ。イエーイ。今日はね、なんとなんとテテレテレ LOL サプライズのシリーズ3コンフィッティポップです。開封していきましょう。どうぞ。まずあのここにチャックがあるんですけど、これを1枚ずつめくっていきます。オープン。え、なんかそういうのが出てきた。雨雲プラス太陽。私ちょっとやめちゃったんですけど、お女の子とプラス あとお花、お花とあと、うん、ネムネムです。じゃあ続いてのチャックも開けていきます。次なんか横向きですね。あ、次もなんか入ってる。あ、シールですね。あれなんか書いてる。プラス水はハテナ。ゆめかもそれ。2つ目はこれです。今のところこの2つです。どんどんとカプセルが見えてきました。私はピンクです。あ、ゆめかもちょっと薄いピンク。私濃いピンクです。じゃあもう1個ファスナーを開けていきます。あ、これタトゥーだ。タトゥー。猫、猫のこうやって水でつけたらいけるタトゥーみたいなやつです。私はハートのチョーカーです。おー、かわいい。ついにこんな感じです。あ、ここいっぱいあるんだよね、うん、なんかカプセルっぽくなってきてる。まず、よし、1、シールを外し上部を回して蓋の位置を合わせます。はい。どこに位置を合わせばいいの。こういうことか。あ、こういうことだ。黄色のとこ。そう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 。に、蓋を開けて中から袋を取り出す。取り出しましょう。あ、開いた。これだけなんだ。こうやって。あ、なるほど。こんな風に開けます。なんかキャンディーっぽい入れ物。ここが開いたら中に袋が。あ、他のとこにもなんかいろいろ入ってるけど。一つ目これです。少し取り出しにくいのでゆっくりと開けてください。飛んでっちゃったりしないように。蓋を閉めてからまた1と2を繰り返す。はい。ピンクのにしようかな、うん、ピンクしかなくない。あ、そっか、まだあるのか。今のとこ全部同じ袋なんですよ。中身は違うっぽいです。袋同じだからさ、中身見えないからさ、いや、なんかめっちゃ気になるよね。そう、ワクワクする。あ、じゃあもう最後、紐じゃない。4、すべての袋を取り出したらリボンを見つけよう。5、リボンを取り出したら図のようにカプセルを持つ。6、リボンを引いたらポンと弾けるよ。おお、そういうことか。お、逆さにして。え、怖い怖い怖い。でリボン引くよ。いっせーので。めっちゃ丸いのが、なんかこういうやつが大量に、こういうのが入ってます。こんな感じが可愛いね。まず大きいのから開けていく、うん、いっせーので。ドン。え、可愛い。この子じゃない。あれ違う、この子だよね。ちっちゃい袋開けていきましょう。そうだね。せーの、服、サングラス。じゃあ2つ目。せーの、ミルク、パンダのミルク、ゴーグルみたいなメガネ。ゴーグルみたいなメガネ。次、せーの、靴。何か、バッグになってる。牛乳パックじゃない。見て、パンダが書いてあります。牛乳パックより靴の方が小さい。え、かわいい。最後、せーの、いやだ、めっちゃちっちゃ可愛いんだけど。な、ブーツ。ブーツ可愛い。ひめか洋服でした。え、ひめかめっちゃ可愛くない。じゃあ着せていきます。スカート履かせます。え、どうやってやんのこれ。開脚しちゃってるからさ、回せます。私着せれたんですけど、ちょっと後ろが衝撃的。衝撃的。そう、だから前は、前だけ見てください。靴を履かすと、あ、可愛い。靴を履かせました。かわいい。めっちゃおしゃれなファッションですね。パンダのやつをつけます。こんな感じになりました。なんかパンダみたいなモノクロ、こんな感じです。え、かわいい。自分で人形作ってる。どうでしたの靴。こんな感じ。めっちゃ真っ黒。グラサンかけました。かわいい。さっきあったボトルあるじゃないですか、うんうん、これをお水にこうやってブシューってこの子に飲ませてるんですよ。なるほど。そしたら
目から水が出て泣いたりする子もいるし、あと口からピーって出た子もいるし、あとおもらししちゃう子もいるらしいです。あと色チェンジもできるらしいです。これはこう開いたらここのくぼみにこれをベシベシ、本当だ、もうバッグの形になるじゃん。ベシッとするとバッグな感じになります。こんな感じです。水含ませます。ミルクをあげます。涙出た、ちょっと涙が出ました。うわー、泣いてるよ。涙ビーン。カプセルの遊び方いきます。ここの線まで水を入れるとこの子のバスタブになるそうです。でも服脱がせなきゃいけないんだよね、これ。そうだね、今服脱がせなきゃいけないんでお家でやります。めっちゃ楽しかった。楽しかった。めっちゃ可愛くて、もういろんな部品がいっぱい。用意してないものはねちょっと今日できなかったけど、家でやったら、Twitter とかインスタとか SNS 載っけるので見てね。見てね。もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。